安谷白雲は日本の前奏、美保教団の創設者。法名は良好。1885年に静岡県に生まれ、13歳の時に総統州の寺院に入った。1925年から原田祖学士の下で修行を、始め1943年に司法を受けた。当時の総統州はかなり形式主義だった。 彼は行と現実性に欠けていると感じていた。そこで1954年に総統州から独立して美保教団を立ち上げ、その後は在家信者の指導に注力した。美保教団では、市の原田祖学が行っていた総統州の伝統修行法に臨在州の公案を取り入れる参千法を行っている。1962年に彼は70代でありながら、 アメリカを訪問した。彼はフィリップ・カプローによって編集された全の三つの柱によって多くの人に知られるようになった。その本には彼の短い電気と三千入門法が書かれており、英語で書かれた最初の座禅入門法であったまた、その本には彼の無事の考案についてのコメントと西洋人の学習者によってなされた幾分正当でない彼の 独人についての報告が含まれている。死の原田祖学と同様、太平洋戦争の終結まで、彼も国粋主義、独裁政治、軍国主義、反ユダヤ的、反民主的な国体制度、大東亜共栄圏政策の活発な支持者であり、仏教徒の問題に関する文章にも、その視点が見受けられる。彼の批評は、ぬかりや回転など、他の仏教者の批評と、 同様、頻繁に通列になった。彼は決まって、占領下の日本で使用禁止とされた品という語を使った。終戦後、彼の帝国主義思想は急速に落ち込んだが、保守的で反響的なのは変わらなかった。彼の政治的な過激思想と日本帝国主義への支援は記録された。ブライアン・ビクトリアの前途戦争によると、彼の政治思想は、 日本の全州とその他の宗派の僧侶らの中で決して例外ではないことが示された。2000年に美穂教団は戦時中の彼の言動に関する謝罪文を発表した。美穂教団のサイトによれば現在彼の著作の利用を会員以外には認めていません。しかし彼の戦後に発表された著作は国立国会図書館などの図書館で広く利用可能な形で残っている。 山田幸運、全閣疲労を、ありがとうございます。